あ、戻ったね。おかえり。あ、そや、はるかちゃん。はい。忘れるとこやった。頼まれてた通帳記入、済ませといたで。すみません。こんなことまでお願いしちゃって。いいって。そんな時間も取れへんスケジュールにしてるの、僕やし。そんな。おじさん、これで私たちに居所を隠してるつもりなのかな。どうかした？嬉しそうな顔して。内緒です。よし、じゃあ7時からすぐレッスンや。まずはボイストレーニング、山浦さんが見てくれるから。更衣室で着替えたらいつもの4階のスタジオに行ってね。わかりました。それじゃあ。うん、頑張って。タフな仕事やな、アイドルって。いいから入って。蒼天テレビの万田さんと大阪芸能から苦情が来てる。堀江、あなたがついていながらこのざまは何？くだらない揉め事起こして。いや、その言っておいたはずよ、はるかを他のタレントと接触させるなって。接触というか、あれは。言い訳は結構、使えない男。いい？はるかはね、芸能界に甘い幻想なんか持っていないのよ。だからこの世界の汚い部分を見れば見るほど、どんどんただの仕事と割り切ってしまう。でもそれじゃダメなの。あの子自身があの子なりにちゃんと夢を感じられなきゃダメなのよ。割り切ることを教えてあげなきゃいけない子もいる。でもはるかの場合はそうじゃない。はるかには、はるかが持ち続けられる夢を持たせてあげないと意味がないの。二度はないわよ、堀江。こんなミスはこれっきりにして。はい、すみませんでした。遅いで、はるか。第二ラウンドまでもう時間ないんや。一秒も無駄にできへんねんで。すみません、山浦さん。まあこんなこと言うてる時間も惜しいわ。ほな早速始めんで。ええな。はい、よろしくお願いします。よっしゃ、始めようか。ふん、やったらできるやん。ちょっと前まで素人やったとは思えへんわ。ありがとうございます。安心しなや、まだ終わりちゃうで。次はダンスのレッスンや。荻田班が待ってはる。事務所におるから呼んでき。ああ、はるかちゃん、荻田さんを呼びに来たんやろ。今社長室で話してるわ。アホ抜かしとんちゃうぞ、クソババ。ダンスのことなんか何もわからん素人がプロの仕事に口出しとんちゃうぜ。オギタ、あんた誰に向かって口聞いてんのか分かってるの？うっせえ。分かった、クビよ。今すぐやめてもらう。俺をクビにして、あの田舎者のガキがまともに踊れるようになるとでも思っとんのか。俺がいるからなんとか様になってんだろうが。あんたよ、金払ってる人間が一番偉いとでも思っとんちゃうんか。大間違いやで。残念だけど、間違っているのはあなたの方。この業界ではね、金を払ってる人間が一番偉いのよ。何？こっちは使えないと思えば切り捨てるだけ。金さえあればあんたの代わりなんていくらでもいるわ。こんな。いつまでそこに突っ立ってる気？さっさと消えなさい。邪魔よ。時間がもったいないわ。なっ！
てめえ。違約金きっちり払ってもらうで。違約金？そんな契約してないわね。私が依頼した業務を全うできなければ報酬は全てカット。ちゃんと契約書を読むことね。なんやと？契約はちゃんと。そういえばお前、直前で契約書を一部変更するって言っとったな。その時まさか。文句があるなら弁護士を通してちょうだい。ふざけんな！殴らないの？くせえ！荻田さん！ハリエ！放っておきなさい。社長。社長大丈夫ですか？すぐに冷やさないと。待ちなさい、ハルカ。え？ハルカ、ホリエ、あなたたちにやってもらいたい仕事ができたわ。何でしょうか？聞こえてたと思うけど、たった今荻田をクビにしたわ。ええ、そやけど、そしたらどうするんです？これでも関西中のダンストレーナーはほとんど社長がクビにしてもて。だからやってもらいたい仕事があるのよ。人の話は最後まで聞くことね。すみません。今大阪城ホールのコンサートでクリスティーナってダンストレーナーが来日してるの。詳しいプロフィールは公表されてないけど、その指導で才能を開花させたスターは世界中に大勢いるらしいわ。ここまで言えば私の言いたいことわかるわね。いや、しかし。クリスティーナは自分の気に入ったダンサーにしか指導しない。どうやら金や権力で動く人間じゃないらしいわね。でもだからこそうちにもチャンスがある。クリスティーナを見つけてハルカを指導してもらうのよ。無茶ですよ、急にそんな。プリンセスリーグの決勝戦も始まった言うのに。ホリエ、あんたもクビになりたい？ああ、いえ、すみません。やってみます。やってみる？そんな答え聞きたくないわ。やりなさい。わかりました、やります。ハルカ、あなたは大丈夫ね？あ、はい。まずは蒼天堀を歩きなさい。クリスティーナは一人で毎晩のように飲み歩くらしいわ。この時間なら多分どこかの飲み屋ね。わかりました。行こう、ハルカちゃん。すぐにクリスティーナを探しに行くんや。はい。まずは町で情報を集めよう。蒼天堀で聞き込みや。
いる人がクリスティーナだよ。クリスティーナさん。あれ？確かあなたはさっきのダンサー。もうあなたとお話しすることはないと言ったはずですが。それは知ってます。でも、もう一度チャンスをください。それにほら、今度はプロも一緒ですから。プロ？どういうこと、あかり？実はさっき、ダンサー仲間からクリスティーナが蒼天堀に来てるって聞いて、私のダンスを直接見てもらったの。でも、踊り終わった後、君には興味がないって言われて。え？クリスティーナさん、お願いです！もう一度、私のダンス見てもらえませんか？私、どうしてもクリスティーナさんにダンスの指導をしてもらいたいんです。今度は私の友達で、今アイドルとして活躍してるプロの子も一緒なんで、これなら少しは興味を持ってもらえると思うんですけど。ちょっと、あかり。はるか、お願い。友達でしょ。私にははるかみたいなルックスも人脈もない。だからこんなチャンス逃したら私。いいでしょう。どういう経緯か分かりませんが、お二人のダンスを見て差し上げます。本当ですか？ええ。ちょっと待ってください。実は私、クリスティーナさんにお仕事のことでお願いしたいことがあってここに。いいから踊りなさい。話はその後。どちらにしても私は自分の興味あるダンサーと以外関係を持つ気はありません。つまり、あなたが私と話をしたければ踊って私の興味を引くしかない。どう？やめて帰る？いえ、やります。あかりと踊らせてください。よろしくお願いします。行くよ。あなたとならいいお話ができそうね、はるか。クリスティーナさん。どうして？確かにはるかもよく踊れていたけど、私との差がそんなにあったとは思えない。なのにどうして？言ったはずですよ、あかりさん。私は興味あるダンサーとしか関係を持たないと。でも今日は気分がいいので一つだけ教えてあげます。私がはるかの方を選んだ理由を。何？ダンスはテクニックじゃない。自らの心をどう表現するか、どう見る側に心を伝えられるか、それにかかっているの。心？私は数えきれないほどのオーディションを審査し、数えきれないほどのダンサーを見てきた。でも毎回オーディションに落選するダンサーには共通して言えることがある。それは彼らが踊る機会になってしまってるということ。踊る機会？1ミリのズレもない計算され尽くしたダンス。人はその精密な動きに最初は驚き、感動を覚えるかもしれない。でもそれは本当に人を引きつけるものじゃない。本物のダンサーというのは自分の動きで感情を表現し、見るものを感動させるものなの。それがフロントに立てる人間と生涯バックで踊り続ける人間の差。今のあなたとはるかの差よ。そんな。人に認めてもらおうとして踊ってもダメ。もっと心から楽しく踊りなさい、あかり。何なのよそれ。私の何が悪いのよ、あかり。もう知らない。もう私ダンスなんかしない。あかり。
追いかけてはダメ、ハルカ。今のあの子は自分で気づくしかないの。辛いけど、それがあの子のためよ。でも、あかりは間違ってないと思います。あかりは、私にダンスが楽しいことだってことを教えてくれた大事な友達なんです。そう。なら今度はあなたが教えてあげなさい。友達というのはそうやって支え合い、互いに成長していける関係のことを言うんでしょ。そうします。それじゃお説教はこれでおしまい。約束通りハルカの話を聞きましょう。何か私にお仕事の話があると言ってたけど。はい、実はクリスティーナさんに私のダンスレッスンをお願いしたいんです。私に？私が所属しているダイナチアという事務所の社長がクリスティーナさんにお話があると。なるほど。それで社長ではなくあなたが。行動は言葉より雄弁ということですか。結構やり手の社長さんのようですね。クリスティーナさん、今から一緒に事務所の方まで来てもらえませんか。いいでしょう。お付き合いします。なるほど。あと数日で東京でのライブを予定している。それまでに彼女を仕上げろと。どうですか、それまでに彼女を先生のお力でなんとか形にできますかね。やっぱり無理っすか。はるかにとって私はただのきっかけにすぎませんよ、パク社長。ありがとう。さすがね。どういうこと？踊るのはこの子です。私ができるのは教えることだけ。成功するかどうかは私の力じゃない。ご期待にお応えしてみせましょう。はるかは非常に素晴らしい才能を持っている。ダンス歴わずか半年でここまで成長したとはまさに驚異的ですね。彼女の努力も相当のものだったはずです。ならば残された時間は決して短すぎることはありません。クリスティーナさん、はるかお願いします。先生、社長、今日のところはこれで失礼します。本格的なレッスンは明日からにしましょう。はるか、私もメニューを考えておきます。いいですね。はい、よろしくお願いします。クリスティーナはやはり本物ね。一つの芸を極めた一流の人間よ。あの先生になら安心して任せることができる。二人ともよくやったわ。いやただし今日の仕事はまだ終わってない。え？はるか、着替えたら社長室に来なさい。堀江も同席して。あ、はい、わかりました。来たな、はるかちゃん。そしたら行こうか。中で社長が待ってるわ。どうぞ。失礼します。失礼します。仕事っていうのは他でもないわ。あなたたち今からすぐ蒼天テレビに行きなさい。今日の萬田さんの件よ。私からもお詫びの電話を入れておいた。短い時間だけどアポをもらえたから萬田さんに直接お詫びしてくるのよ。わかりました。行こう、はるかちゃん。はい。はるか、待って。近くに来て。あなた
お化粧誰に教わったの？自分で。何このファンデーションの塗り方、ムラだらけじゃない。それにリップも何も塗ってない。これじゃダメよ。すぐにヘアメイクを手配するから、次からはある程度自分でできるようにしなさい。すみません。堀江、すぐに手配しなさい。そやけど社長、今からメイク手配してたらマダさん待たせてしまうんでは。まったく、これだから男のマネージャーはダメね。いいわ、なら私が直す。堀江は出てなさい。すみません。化粧は女の身だしなみ。ブスだってメイクで可愛くなるの。あなたがうまく化粧できるようになれば、もっともっと綺麗になれるのよ。服だってもっとおしゃれなのを選ばなきゃ。今の自分で十分可愛いなんて思ってたらダメ。可愛いなんて思ってません。思ってなかったら少しでもマシになろうと一生懸命お化粧するはずなの。見た目を少しでも良くしようと努力するものよ。この世界に入った以上は、もっと美に貪欲になりなさい。何かおかしい？嬉しいんです。怒られたことが？こんな風にお化粧してもらえることなんてないと思ってたから、すごく嬉しいんです。女の子には母親が必要よね。はるか、今度流行ってるお店に連れて行ってあげるわ。可愛い服見繕ってあげる。本当ですか？私は言ったことは必ず守る。今までもそうだったでしょ。できた。しっかりやってきなさい。はい、ありがとうございました。それじゃ蒼天テレビに行こうか。先にタクシー拾っとくから、そこで待ち合わせしよう。僕はタクシー乗り場で待ってる。準備ができたら来てね。はい、わかりました。